人が溢れた交差点をどこへ行く。似たような服を着て似たような表情で群れの中に紛れるように歩いてる。誰かと違うことに何をためらうのだろう。先行く人が振り返り列を乱すなとルールを解くけど、その目は死んでいる。君は君らしく生きてく自由があるんだ。大人たちに支配された。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進んだ。この世界は群れてても始まらない。イエスでいいのか、サイレントマジョリティ。どこかの国の大統領が言っていた。声を上げない者たちは賛成していると。選べることが大事なんだ、人に任せるなら。行動をしなければノーと伝わらない。君は君らしくやりたいことをやるだけさ。ワンのテームになり下がるな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢の方に歩けばいい。家やプライドの鎖につながれたような、つまらない大人は置いてゆけ。さあ未来は君たちのためにある。ノーといいなよ、サイレントマジョリティ。君らしく生きてく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は群れてても始まらない。イエスで